どうもライです。本日の死因は生き埋めです。人が亡くなった時、今では医師による正確な死亡確認が取られますが、医療が発達していなかった昔は生き埋めはよくある話だったというんですね。今日はそんな想像したら恐ろしい生き埋めについて見ていきましょう。実は科学的な方法で死亡が確認できるようになったのは比較的最近のことです。例えば精度の高い聴診器が発明されたのは1850年代になってからのことです。精度の高い死亡確認方法が確立される以前には、人々は死ぬこと以上に生きたまま埋葬されることを恐れていました。実際のところ、資格のない医者や勉強不足の医者が昏睡状態あるいは意識のない患者に死亡宣告をするというのは決して珍しいことではなかったそうです。19世紀にはこの早すぎた埋葬に対する人々の恐怖が最高潮に達し、生者の埋葬防止協会という市民団体までできて、状況に応じて死者を数日から数週間棺に安置したままとし、確実に死亡が確認できてから埋葬すべきだと主張したそうです。1895年に出版されたフランツ・ハートマンの聖者の埋葬には、直近20年間で700人以上が生きたまま埋葬されたと書かれています。これを裏付けるように、当時の地方紙にも葬儀の最中に死者が突然起き上がったり叫んだりして遺族や友人を仰天させたといった話がいくつも掲載されています。さらには棺の中で女性が出産したとか、墓泥棒が棺桶の蓋をこじ開けたら死人が驚いて目をパチパチさせたといった話まであったようです。当時の人々はこうした騒ぎを知っていたので、近親者が死亡した場合、腐敗が始まったことを確かめてからようやく死を公にするという人も少なくなかったそうです。そしてこの生き埋めの恐怖から逃れようと、ある装置が開発されました。それは19世紀に人気を博した装置、ベイトソンの鐘楼として知られる蘇生検知器です。これは小さな鐘を棺の蓋の頭側にネジで取り付け、その鐘と棺の中の死者の手を紐で繋いでおくという、なんとも簡単な仕掛けなんですが、これがちょっとでも動けば鳴り響くという宣伝文句も手伝って大ヒットし、発明者のジョージ・ベイトソンは大金持ちになったそうです。ところがこの装置があるにもかかわらず、ベイトソン自身は自分も生きたまま埋葬されるのではないかという恐怖から逃れられず、とうとう精神を病んで1886年に油をかぶり焼身自殺をしたそうです。生き埋めを恐れて自殺する、なんとも皮肉な話でした。はい、ということで今回は生き埋めについてお話ししていきました。明日もですね、本当にあった死因についてお話ししていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。